こんにちは、くるみです。きよです。今日はこの冬おすすめのスキンケアアイテムをご紹介します。イエーイ。じゃあまず私から。はい、私がおすすめするのはじゃん、アレスローションです。へえ、なんでそれがいいんですか？まずこれはヒト幹細胞培養液っていう美容液が入ってまして、これは人間の、うん、体内から取ったこう培養液なんですけど、なのでめちゃめちゃ人に肌なじみがすっごい美容液になってます。あのエイジングケアだったりとか、なんかそういうのにもすごい効きます。うーん、でもまだキヨさんエイジングは早くないですか？それがね、こう美容液と化粧水がまず一本になってるので、これするだけでスキンケアがもう整うのでなので、めちゃめちゃ、うん、私面倒くさがりなんですけど、うん、これあることでめちゃめちゃスキンケアがもう足りてます。はい、大事ですね、それは。キヨさんに、はい、じゃあそれがキヨさんのおすすめのおすすめアイテムです。はい、ありがとうございます。では私のおすすめアイテムはじゃん、こちらナノブライトエッセンスです。それなんでいいんですか？これはですね、あのビタミン C 配合っていうところで、ビタミン C の量が通常の美容液とかよりももう何倍もたっぷり濃厚に入ってるんですけど、私もこれはシミ予防っていうところで始めたんですけど、これをお風呂上がりにもう髪の毛とかビチョビチョな状態で、まずもう一目散にお風呂上がったらこれをつけるんですよ。化粧水の前ってことですか？そうです。これをつけることで、見てください、あんまり肌が荒れにくくなって、もう1年を通してお肌のあれがなくなったのと、季節によってのブレがなくなったので、めちゃくちゃおすすめの一本です。かつシミもしっかりケアして、美白ケアもしてくれるので、おすすめな一本になります。最高アイテムです、ね、最高アイテムです。以上、くるみとキヨのおすすめスキンケアでした。バイバーイ。